はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は順位予想最後の地区となっていたアメリカンリーグ中地区の方をやっていきたいなと思っております。昨年はミネソタツインズが強力打線を武器に101勝を挙げて地区優勝しましたけれども、今季60試合と非常に短いシーズンなんですけれども、ツインズの連覇はあるのか、はたまた他のチーム、昨年93勝を挙げたインディアンス、そして若手の成長が非常に目立つホワイトソックス、まあ、このあたりのチームの地区優勝はあるのか、各チームの戦力を見ながら順位予想の方をやっていきたいなと思っています。で、私が予想する今年の中地区の順位はこちらになります。まあ、ツインズの連覇はまあ可能性高いかなと思っていまして、やはりですね、打線が引き続きかなり強力なチームですし、また投手陣も決して悪いチームではありませんので、中地区の中では頭一つ抜けてるかなという印象ですね。ただホワイトソックスも面白い存在だと思っていまして、若手の成長もそうですけれども、まあ、今オフ非常にですね、ベテラン選手を FA で獲得したりですとか、積極的に動いた印象がありますので、若手とベテランがうまくミックスしながら勢いに乗れば本当に面白い存在になるんじゃないのかなと思いますね。で、インディアンスに関しては、まあ、昨年93勝を挙げたんですけれども、ちょっとなんとも言えないなと思っていまして、まあ、後でも説明するんですけれども、コンフはあまり補強にも動かなかったので、戦力的な上積みが期待できないというところがちょっとマイナスポイントかもしれませんね。で、タイガース、ロイヤルズに関しては今季も再建ということで、地区の中でも今季も下位に沈む可能性は非常に高いと思うんですけれども、ただトッププロスペクトの昇格は非常に楽しみだなと思いますね。ということで、今季も昨年に引き続いてツインズが強いという構図は変わらないと思うんですけれども、ただホワイトソックスがもしかしたらダークホース的な存在になるかなというところですかね。次からは各球団の戦力も詳しく見ていきたいなと思います。はい、まずは地区優勝に挙げたツインズですね。ツインズは昨年超強力打線を武器に一気に躍進しましたけれども、20本以上放った選手が8人、そして30本以上が5人とかなりのペースでホームランを量産しまして、チームで合計307本と、まあ、これはリーグ1位の成績なんですけれども、とにかくですね、ホームラン攻勢で昨年は勝ってきた印象のあるチームですね。で、そのチームから CJ クロント、そしてジョナサン・スコープがそれぞれフリーエージェントで抜けてしまったんですけれども、このオフ FA の目玉だったジョシュ・ドナルドソンを獲得して、でさらにスコープがいなくなったセカンドには、昨年92試合の出場ながら打率3割3分4厘とハイアベレージを残したルイス・アラエスが本格的にレギュラー定着の1年となるでしょうから、打線は今年も引き続き強力だなという印象ですね。また投手陣も決して悪くなくてですね、昨年のローテーションからマーティン・ペレスとカイル・ギブソンは抜けてしまったんですけれども、トレードでドジャースから前田健太投手を獲得しましたし、 FA でもホーマー・ベイリー、そしてリッチ・ヒルを獲得しましたので、抜けた選手の穴はきっちり埋めてきたなという印象ですね。また前田投手、そしてヒルはポストシーズンの経験も非常に豊富ですので、ツインズ昨年はディビジョンシリーズで負けてしまいましたけれども、こういったポストシーズンの戦いを熟知している選手をうまく迎え入れることができたのも非常に良かったんじゃないのかなと思いますね。戦力的には投打にバランスの取れたチームですので、今季も中地区の中では頭一つ抜けた存在なのかなと思います。はい、続いては個人的に躍進に期待しているホワイトソックスですね。ホワイトソックスは打線では昨年ヨアン・モンカダがついに大ブレイクを果たしまして、またイロイ・ヒメネスもルーキーイヤーながら31本のホームランを放ちましたし、そしてショートのティム・アンダーソンも首位打者に輝きましたので、打線に関しては本当に明るい話題の多いチームですね。で、そんな若手の成長著しいチームの中で、トッププロスペクトのルイス・ロバートがデビューする予定ですし、またセカンドのニック・マドリガルに関してもおそらくデビューすると思いますので、若手の台頭は今年も続きそうですね。で、そんな非常に若手の目立つチームなんですけれども、コンフはベテラン選手もうまく補強しまして、キャッチャーのヤズマニ・グランダルですとか DH エドイン・エンカーナシオン、そしてライトのノマー・マザラと、うまくプロスペクトがいないポジションをこういったベテラン選手で固めてきたなという印象ですね。昨年は得点がリーグ13位と低迷したホワイトソックスですけれども、今年の打線はもはや別のチームだと思った方がいいかもしれませんね。なので鍵となるのは投手陣の出来かなと思いますね。昨年ブレイクしたジオリと、そして FA で獲得したダラス・カイケルはある程度計算のできる先発投手だと思いますけれども、ジオ・ゴンザレス、ディラン・シーズ、そしてレイナルド・ロペスと、まあ、プレーオフを狙うチームとしては少々不安定なローテーションかなと思いますね。ブルペンに関してもアレックス・コロメ、そしてアーロン・バーマンはある程度信頼のおけるピッチャーだと思いますけれども、それ以外の選手たちがどれだけやれるかっていうところがホワイトソックス一つポイントになってくるんじゃないのかなと思いますね。個人的には昨年のジオリトのようにブレイクする投手が現れると非常に面白くなってくるんじゃないのかなと思いますね。いずれにしても今季のホワイトソックスは若手主体のチームで、一度勢いに乗れば本当に手がつけられないような存在になるかなと思っていますので、今季の躍進期待したいです。
はい、続いてはクリーブランドインディアンスですね。インディアンスは現在チーム名変更騒動中ということで、チーム名が変わるとなれば本当にシーズンどころじゃない気もするんですけれども、ただ昨年は93勝を挙げまして、まだまだプレイオフを狙うようなチームなのかと思いきや、昨年のトレードデッドラインでトレバー・バウアーをトレードして、で、コーンオフはエースだったコーリー・クルーバーもトレードしてしまいましたので、チームの方向としてはやや再建に傾き始めているのかなという印象ですかね。もちろん昨年バウアーをトレードして、で、クルーバーがずっと怪我で不在の中、後半戦勝ち越しも決めていますので、チームの戦力的にも十分戦えるだけの戦力は揃っていると思うんですけれども、ただコーンオフはあまり補強に動かなかったんで、補強の上積みが期待できないというところが冒頭でも言いましたけれども、ちょっとマイナスポイントですかね。そして気になるのがフランシスコ・リンドアをどうするのかというところですよね。リンドアは来年のオフ FA になる予定でして、でずっとトレードの噂も絶えない選手なわけですけれども、果たして今年の8月末トレードデッドラインでトレードしてしまうのか、それともチームがプレイオフ狙えそうだったらまだまだリンドアをキープするのか、こういったところもですね、ちょっと注目して見ていきたいところですね。もちろん今季は60試合しかないので何が起きてもおかしくはないと思うんですけれども、ただ現状のインディアンスの戦力を見る限り、ツインズを上回れるだけの戦力はちょっとないと思いますし、何か特別なこと、まあ誰かが大ブレイクするなど、まあそういったことが起きない限りは、ちょっと今年のインディアンスのポストシーズン進出はかなり厳しいんじゃないのかなと思いますね。はい、続いてはデトロイトタイガースですね。タイガースは現在絶賛再建中のチームでして、昨年は MLB ワーストの114敗を記録して、無事今年のドラフトの全体1位指名権を得て、その指名権を使ってスペンサー・トーケルソンを指名したんですけれども、今季も再建はまだまだ続くといった状況ですね。ただ今季は少し補強に動きまして、ツインズから CJ クローン、そしてジョナサン・スコープをそれぞれ獲得しまして、2人とも昨年20本以上放っている選手ですし、またヤンキースからはキャメロン・メイビンを獲得して、打線に関しては幾分強化された印象ですね。昨年は得点数、そしてホームラン数はいずれもリーグ最下位と、打撃面でかなり苦しんだチームですけれども、クロン、スコープ、そしてメイビンの加入でこの数字がいくらか改善されるといいですね。そして今年のタイガースで期待したいのはトッププロスペクトたちのデビューですね。特に2018年の全体1位指名のケイシー・マイズ、そして2016年1巡目全体9位指名のマット・マニングあたりのデビューの可能性というところが高いと言われていますので、シーズン後半、まあ9月あたりですかね、この2人や他のプロスペクトたちがどういった活躍を短いシーズンで見せてくれるかは楽しみにしたいですね。タイガースは着々とプロスペクトが集まっている状況ですので、近い将来強いタイガースが帰ってくるんじゃないかと期待しています。そしてタイガースと同じように再建中のチームがカンザスシティロイヤルズですね。ただタイガースとは違い、あまり補強には動かずですね、サードのマイケル・フランコを獲得した程度ということで、今季も若手を中心に起用していくんじゃないのかなと思いますね。トッププロスペクトであるブレイディ・シンガーなど昇格も期待されている選手も非常に多いですから、タイガースと同様若手の成長を楽しむ1年になるんじゃないのかなと思いますね。個人的に気になっているのはウィット・メリフィールドをトレードするのかどうかというところですね。昨年までメリフィールド主にセカンドを守っていましたけれども、ニッキー・ロペスが昇格したということで外野で出場する機会も非常に増えてきましたし、おそらく今年はセンターをメインにプレーすることになると思いますので、彼を今後どうするつもりなのかというところは気になりますね。オフシーズン中もトレードの噂自体はありましたので、いい条件があれば応じるのか、はたまた今後のチームのコアとして据えていくのか、ロイヤルズがどういった判断を下すのかは一つ注目して見ていきたいですね。ただロイヤルズに関しても先ほどのタイガースと同様にプロスペクトが非常に集まってきていますので、近い将来またコンテンダーに戻るんじゃないのかなと思いますね。ということで、ここまでアメリカンリーグ中地区の順位予想をしてきましたが、いかがだったでしょうか。順位予想に関しては皆さん様々な意見があると思いますので、ぜひですね、コメント欄で皆さんの予想も書いていただけると幸いです。個人的にはツインズにはそろそろディビジョンシリーズと言いますか、まあ、ヤンキースの壁ですよね。ヤンキースを乗り越えて勝ち進んでほしいなと思いますし、またツインズの対抗馬になりうるホワイトソックスにも、まあ、いい意味でですね、期待を裏切ってほしいなと思いますね。で、インディアンスはチーム名もそうですけれども、スーパースターであるフランシスコ・リンドアをどうするのかというところもまた注目して見ていきたいところですし、タイガース・ロイヤルズについてはプロスペクトたちの活躍というところが非常に楽しみですね。いよいよ来週末から MLB 開幕しますけれども、今季どんな戦い、そしてどんな結末を迎えるか、今から開幕が非常に楽しみですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。